どうもこんばんは、NM です。さあ今回はジャック・ジャンヌの主人公ルート橘キサルートの新エンディングの方を回収していきたいと思います。新エンディングって何かっていうと、他のキャラのルートでは全部回収してるんですよ。ゲームクリアしてスタッフロール、エンディングロールが流れた後に始まるちょっと短めのお話ですね。あれが、まあ、新エンディングってやつですね。で、他のキャラの新エンディングの出現方法っていうのは、そのキャラごとのレッスンですね、をレベルをカンストさせれば出てくるんですよ。で、橘キサ、主人公の新エンディングっていうのは、他のキャラクターのルートを全部回収しないと出なかったんですよ。で、僕は橘キサのルートを一番最初に回収したんで、エンディングがね、新エンディングが見れてなかったんですよ、実は。なので今回は、他のルートの攻略が終わった今ですね、新エンディングの方を回収していきたいと思います。まずは普通のエンディングから見ていきましょう。小さい頃、月兄とそうちゃん、私の3人でやった演劇ごっこ、懐かしい。ユニベール劇場で見て憧れた華やかな舞台、夢を諦めようと必死だった私、その夢をつないでくれた校長先生、試験を受けて合格してユニベールに入学することができて、公演に向かって同期や先輩たちと駆け抜けてきた。ここで一年間舞台に立ってきたんだ、私。俺も実況してたのが、まあ2週間3週間前、まあ2週間3週間ぶりの実況撮ってるけど、なんかもうほんと随分と前のような感じがするな。すごい懐かしいんだけど。眠らずを。眠らずを。ウィークエンドレッスン。ウィークエンドレッスン。メアリー・ジェーン。オーラマ・ハベンナ。懐かしい。オーラマ・ハベンナ好きだな、本当に。王国の獅子や。いろんな場所。いろんな登場人物。たくさんの言葉。たくさんの感情。ジャック・ジャンヌってね、一年通しての物語の中に、まあ、公演が5回あるから、5つ。別々の、なんか、異世界もののお話が入ってるみたいな。すごいこう、一年のうちにこう、色が変わるお話というかね。全部、この劇場でぶつけるためにやってきたんだ。私、夢、叶えたよ。この観客席の眺めも、舞台の上から見る観客席の眺めもなんか、懐かしい。帰ってきたって感じだ。あ、おなか、また来たんだ。ユニベール公演も見てくれたもんね。キュー。真相はどうなんだろうな。おなかはもう完全になんか何かしら月兄と関係はあるんだろうけど、公式からなんかあれがね、出ないとはっきりとは、まあ考察は進むんだけど、もう完全にさ、月兄の顔してない？お腹ってちょっと釣り目のさ。月兄も私のこと褒めてくれるかな。よく頑張ったね、キサ。え、待って、このボイスってあったっけ？月兄、気のせいだよね。楽しかったよ、ユニベール。これからもよろしくお願いします。ん、待て、今のボイスあったっけ？あれ、でもこれ普通のエンディングだから、やっぱりお腹が月にってことだよね、これは。もう完全にそういうことじゃない？じゃあスタッフロールは一回見てるんでカットしますね。
新エンディングへゴー。おや、大量の少年たちが。ネジ先輩だ。これはまさかハーメルンが笛を吹いてる。入学試験だ。ああ、入試か。クロー、作業部屋にこもってたから日取り知らねえんだろ。入試、フミと俺で動き回っていたな。懐かしい。懐かしいね。今年はどんな奴が集まってんだろうな。コーツに面白い子が入るといいけどね。にしてもこんな多いの受験生。去年よりも随分多いな。この一年の結果だな。公演の良し悪しで受験する人数も変わっから。増えたってことは評判良かったってことだね。なんだか誇らしいよ。この数ならあいつら今頃試験の手伝いでてんてこまいじゃねえかな。なんとかやるだろう、あいつらなら。あー、なんかいいな、この卒業後もさ、こうやって様子を見に来て。ねえ、楽しそう。僕も受験する。玉坂座の期待の星が。そんな暇あんのか。それを言ったらフミとカイモでしょ。忙しくなるな、お互い。お前たちにゃ負けねえぜ。仲良くしようぜ、フミの好き。いや、俺はアンバー時代のお前のこと根に持ってっから。え、そんな、まさかって目がマジ。ちょっとカイ、助け舟。俺は全く気にしていない。そりゃそれで腹立つな。いいさいいさ、次も君たちまとめて倒してやるからな。いやー、いいね。3年生、あ、もう3年生じゃないのか。今年の受験生3000人以上だって。いや、なんかもう3年生じゃないのかって今自分で言った、なんかダメージきたわ心に。俺なんかあれだから、すげえ先輩にこう懐くって言い方はあれだけど、先輩にばっか頼るタイプだったからさ。先輩卒業した時悲しかったな。去年の 1.5 倍だろ。なんでそんなに増えたんだ。そんなのお前決まってるじゃん。あうわ、あれクォーツのジャック、折り巻き鈴さんじゃん。背たっけ、がたい、かっけー。おい、仮想試験受ける受験生こっち。集まった。あ、はい。あの人、あの人、トレゾールの白田美月さん。うわ、人形みたいだ。あのくらい綺麗じゃないと合格できないのかな。ジャックの歌唱は折巻が見てあげて、ジャンヌは僕が。手本の回数多いから喉潰すなよ。了解っす。ああ、スズが歌唱を見んのか。あ、白田先輩、お疲れ様です。ああ、ヨナガ。あ、今度はヤギ頭のイザクだ。ヨナガ総四郎。ほんとだ、俺ああいう役やりたくてユニベール目指したんだ。いやー、そうちゃんの役はなんか一番難しいんじゃないか、イザクって。試験の手伝い終わり。天性のものがいるよね、ああいうなんかその芸人っぽい MC 的な感じ。はい、交代の時間が来たので。まさかダンスの模範演技を僕がやることになるなんて、去年の僕じゃ想像できませんでした。そっか、スズが歌、ソウちゃんがダンス、成長を感じられるな。やっぱり先輩たちの抜けた穴って大きいですね。でも大鳥くんと横並びで踊るのはちょっと面白かったです。え、めっちゃ見たかった。上手だったよ。今はあいつ一人か。はい、大鳥一人か。
へえ、ここでダンスの試験があるんだ。もしかして大鳥の顔も見せてくれんのかな。おい、あれだよな、キサかな。あの隅に座ってる人、まさか。では今からダンスの試験を始める。模範演技はうちの生徒が務める。君たち受験生には本学生の模範演技を見ながら同じように踊ってもらう。時間は90分だ。インターバルを挟みながら行うぞ。それじゃ頼んだぞ、立花。おお、キサか。いやー、なんか久しぶり久しぶりだな、ほんと。はい。お疲れ様。お、立花、試験終わったのか。うん。大変だったでしょう。みんなキサちゃんのこと知ってるから。はあ、もう有名人だもんな。ふん、みんなニコニコしてるから楽しかったよ。さすがクオーツの看板は器が大きいな。しかし、休日に組長と主役が引っ張り出されるって。クオーツ大忙しだね。まあ、どこもそんな感じだよ。ロードナイトもミノリカーが走り回ってた。アンバーは神谷くんと桃梨くんがずっとお手本やってたな。その点、オニキスは安定してるよね。組長のスガチ先輩と笠井たちでしっかり見れるからな。ダンスの素質があるやつは引き抜かれるだろうな。クオーツもいい子が入ってくれるといいですね。そういえばジャックに良さそうなやついたな。歌唱は何人か目をつけといた。ロードナイトと交渉になりそうだけど。今は分からなくても伸びしろに期待できそうな子もいましたよ。原石だな。そういう生徒も積極的に取っていこう。クオーツはそういうクラスだ。楽しみですね、今年のクオーツがどうなっていくのか。ああ、うん、だな。原石たちの物語は続いていく。いや、続編見て。これからも守っていこう、透明なるクオーツを。透明なるクオーツ、いやー、続編出ないかな。でも続編が仮に出るとしたら、まあ、立花キサルートの続きになると思うから。あー、なるほどね。いやー、これ1周年とかさ、来年のさ3月に1周年記念とかでさ、ジャック・ジャンヌパート2みたいなちょっと名前ダサいかな、発売決定みたいな。